小港鉄道株式会社は、千葉県市原市などに路線を有する鉄道会社、バス会社で、京成グループに属する企業の一つ。本社は、千葉県市原市、五位中央東一丁目一番地にに所在する。鉄道事業の他に、路線バス、観光バス事業も展開しており、千葉県内における中堅バス事業者として、鉄道事業より、 バス事業において高い収益を上げている。商号登記やウェブドメインの登録組織名では小港鉄道となっているが、対外的には旧事態を用いて小港鉄道と表記している。小港は旧安防郡小港町に由来し、かつては五位駅から安防小港駅付近への鉄道不設免許を有していた。しかしながら鉄道は、 上佐中野駅までの開業にとどまり、小湊への延伸は実現せず、小湊鉄道のバス路線の営業エリアからも外れており、小湊鉄道線の駅から小湊へのバス路線はない。鉄道事業は、大正期に会社が設立され、路線が開業した老舗企業である。2017年には、会社創立100周年を迎えた。バス事業は、太平洋戦争下で行われた。 陸運動制令に伴う戦時統合により、房総半島の木更津勝浦井北のバス会社を袖ヶ浦自動車が統合し、さらに小港鉄道が袖ヶ浦自動車を合併し、現在に至るまで直営事業として行っている。また、かつてはタクシー事業も直営で行っていたが、1986年に分社化された。カズ中野駅で接続する、 第三セクター鉄道のいすみ鉄道に5.57%出資しており、同社株主のうち、小港鉄道は千葉県、大滝町、いすみ市に次いで出資比率第4位である。東京から近いこともあり、鉄道は埼玉県の秩父鉄道と並び、テレビドラマなどのロケなどでよく使用される。路線バスもロケに使われることがある。一例として、 東映教育映画部制作が1965年に制作した教育映画、本の制服では、小湊鉄道が制作に協力しており、当時のバス車両やバス営業所が登場している。京成電鉄の持ち分法適用関連会社として、京成グループに名を連ねているが、事実上独立して、九十九里鉄道と共に小湊グループを形成している。経営者も、 京成グループからの派遣等ではなく、2009年に社長に就任した石川新平は、会長だった祖父の誘いで、地方銀行勤務から転じて2005年に入社している。小港鉄道は、もともとは安田財閥に所属し、京成とは無関係であったが、戦時中の当局の干渉により株式の大半が京成電鉄に買収され、京成電鉄の系列会社となった。 しかし1970年代に京成電鉄が経営危機に陥り、資産整理のため持ち株が放出された結果、九十九里鉄道が小湊鉄道株を、また小湊鉄道が社長名義で九十九里鉄道株を持ち合う形態になり、京成電鉄の出資割合は大幅に下がっている。2005年3月31日時点では、 九十九里鉄道が49.90%、京成電鉄が30.00%の株式を保有していたが、2007年3月期に京成電鉄の株式11.00%を九十九里鉄道が取得するなどした結果、2008年3月31日時点では九十九里鉄道が63.95%の株式を保有するに至っている。営業規模は、 小港鉄道の方が大きいが、株式保有比率から九十九里鉄道が小港鉄道の名目的な親会社という形になっている。小港鉄道の高速バスでは、京成グループの他の事業者と路線バスでは、さらに京成グループの千葉中央バスや千葉海浜交通の共同運行便も存在する。小港鉄道及び、 関連会社における他の形成系事業者との違いは、以下の通り。上佐久安駅に入線する、キハ200系機動車鉄道路線として、東日本旅客鉄道内房線と接続する千葉県、市原市の小井駅より、伊す鉄道い線に接続する道県伊す郡、大滝町の上佐中野駅まで 39.1km の小港鉄道線を有する。 小湊鉄道という社名になったのは、当初は誕生寺への参拝客輸送を目的に、安保郡小湊町を目指して着工されたことからで、ある。資金不足と当時の土木建築技術の限界や、終着駅の数さ中野駅に、国鉄木原線が接続したことから、小湊方面への建設は行われなかった。他に、天あり駅本千葉駅間の鉄道敷設免許も持っていたが、 こちらは、千葉急行電鉄に譲渡された。その一部が、現在の京成千原線である。2010年4月3日から、自転車をそのまま、鉄道車両に持ち込めるサイクルトレインサービスを始めた。2015年11月15日から、カズサウシクエ気王駅間で、トロッコ列車、里山トロッコの運行が開始された。これに際して、 蒸気機関車を模したディーゼル機関車と小型のトロッコ客車が申請された。2017年には小港鉄道の沿線住民と共同した里おこし活動が評価され、2017年度グッドデザイン賞を受賞した。全線非電化である路線についての詳細は以下の項目を参照のこと。路線図保有する鉄道車両はすべて五位機関区に配置されている。 当日の里山トロッコ以外の一般列車にはキハ200系、機動車が使用されている。同形式は1961年から1977年にかけて、総計14両が製造され、長らく旧車中のキハ209を除いた13両が運用されていたが、キハ202が2020年10月10日に運用を離脱した。全車ロングシートであり、トイレはない。 ワンマム運転は行われておらず車掌が乗務する。キハ二百九点二一0を除く十二両が冷房車である。また、二千十五年十一月から運行が開始された里山トロッコには、北陸重機工業製で、かつてのコッペル製四号蒸気機関車をイメージした d b 四型ディーゼル機関車と、客車ハフ百一ハテ百一ハテ百二クハ百一が使用されている。 2020年には只見線での運行を3月に終了したキハ42021.2026が JR 東日本から譲渡され、同年5月18日から20日にかけて、郡山総合車両センターから搬入された。両車はキハ40から1、2と車番を改め、キハ200系の置き換えようとして、2021年4月23日に運行された臨時急行。 里山号で営業運転を開始した。なお、小港鉄道ではこれは、直ちにキハ200系のすべてを置き換える目的ではなく、キハ200系の今後の稼働継続を可能とし余裕を持たせるための導入だとしている。この他営業用車両ではないが、後輪用の貨車や、いすみ鉄道より2011年に譲渡された、モーターカーがある。また、 車両の扱いではないもののオートバイを改造した、軌道自転車があり、補線作業に使用されている。軌道自転車の運転操作方法は、バイクと同じでエンジンを使って走行する。過去の車両過去には、蒸気機関車を保有していたが、1962年までに全廃された。客車もその頃までに全廃され、里山トロッコ用の客車が2015年に製造されるまで、 保有客車はなくなっていた。戦中戦後の一時期には、四一輪行軌道から譲り受けた、上機動車を一両保有していた。電化の計画もあったため、客車については電車への改造しやすい、車体形状とした、歩派一歩派四歩歩ホ歩ハ六の6両が、在籍していたが、開業からわずか3年で、中国鉄道へ売却してしまった。 高田木ダムの水力発電による電気で電車を動かすつもりだったという。大人普通旅客運賃は以下の通り。なお、スイカやパスモなどの交通系、IC カードでの利用はできない。その他の乗車券類、小港鉄道の一般路線バス、小港鉄道の高速バス、小港鉄道の貸切バス、市原市青葉台コミュニティバス、青バス、辰見団地バス停、 小港鉄道では、鉄道事業のほか、乗り合いバス、貸切バス事業を、計300両弱の車両によって営んでいる。バス事業は、鉄道事業との区別もあり、小港バスと呼ばれている。乗り合いバスの営業エリアは、房総半島中央部の JR 内房線、外房線と、小港鉄道線沿線の広範囲、内房は、千葉市から、木更津市にかけて、外房は、 東金市から勝浦市までに及ぶ。また高速バス事業、自社企画のバスツアー、赤とんぼツアーなども運営する。バス事業においては、千葉県内にとどまらず広範な路線網を持ち、良好な業績を維持している。小港鉄道のバス事業は、1947年7月1日に、参下にあった袖ヶ浦自動車株式会社を合併したことにより始まる。 袖ヶ浦自動車は1927年に、現在の市原市周辺の有資によって、合資会社として設立された。当初は、大滝街道周辺のみで営業していた、小さなバス事業者であったが、1933年に、小港鉄道が経営権を得てからは、順間四郎八より、千葉木更津、千葉長南などの路線を継承するなど、内房地域で路線網を拡張した。 その後、株式会社化を経て、戦時下の事業統合により1943年に、外房地域の多数の事業者を合併し、房総半島の中央部を東西に横断する広大な事業エリアを確立した。小港鉄道に合併されてからは、戦前からの路線をベースにした地域間の路線網強化を図るとともに、 1950年代の高度成長期から急速に発展した東京湾岸の工業地域に向かう路線や千葉市や市原市に相次いで建設された住宅団地へ向かう路線を多数開設した。京成千葉駅を起点とする中長距離路線も拡充され、一時は房総街道や産業道路、茂原街道、大滝街道など千葉市と房総を結ぶ主要道路上、 特急、急行、快速など、複数の種別を持つ小港バスが行き交っていた。しかし1970年頃には、競合する国鉄内房線、外房線の本数増加や、マイカーの普及による交通渋滞の悪化、さらには、東京に近いエリアを除く、沿線市町村の過疎化など、複数の要因が重なって利用者が減少し、こうした路線は、昭和の終わり頃までにはおおむね、 姿を消した。また過疎化の進展は他の路線にも影響を及ぼし、1980年代から1990年代にかけて外房地域を中心に大幅な路線の整理が行われている。1996年には茂原と大滝の2つの営業所が廃止されて車庫に格下げとなり、この地域の営業所は同時に車庫から昇格した長男営業所に集約された。 その一方で1990年代には、千葉市や市原市、大網白里町などでは、ニュータウンの造成が相次ぎ、短距離の住宅輸送路線が新設、強化されたことに加え、交通不便地域の解消を目的とした、コミュニティバスが開設されるようになった。1997年12月18日に、東京湾、アクアラインが開通、これを契機に、 小港鉄道は高速バス事業に参入した。翌12月19日に、東京湾、アクアライン経由の木更津駅、川崎駅、横浜駅、羽田空港間の高速バス路線を開業し、以降は、東京湾、アクアライン経由路線をはじめとする、高速、特急路線を相次いで、開業。2020年5月現在で26路線が運行されている。特に、 アクアラインを経由する神奈川県発着の路線の需要が根強く、羽田空港発着の各線も、顕著に推移している。その後は2012年4月13日の三井アウトレットパーク、木更津開業に伴い、東京と神奈川県内各地からのアクセスを図る高速バス路線も相次いで開業した。近年は、東京湾アクアライン経由以外の路線も充実が図られ、 千葉県内を横断する路線も開設されている。なお、夜行高速バスは運行していない。乗り合いバスの営業所は、内房地域の路線を担当する、塩田営業所と木更津営業所、外房地域を担当する、長南営業所、東金営業所の4カ所がある。営業所参加の車庫として、塩田営業所の管轄下に、姉崎の一車庫、長南営業所の管轄下に、白子、茂原、 大滝、勝浦の4車庫を有する。一般乗り合い路線は、住宅輸送路線や工業地域の通勤路線、山間地域の生活路線、海岸沿いや渓谷を走る観光路線など多様である。高速路線は、東京湾、アクアラインを経由して、東京と神奈川県に至るものが中心である。所属車両は、千葉運輸支局管内であり、ナンバープレートは、 塩田営業所、姉崎車庫、東金営業所の車両は、千葉ナンバー、木更津営業所、長南営業所、白子車庫、大滝車庫、勝浦車庫の車両は、袖が浦ナンバーとなる。なお、市原市はかつては、袖が浦ナンバーのエリアであったが2020年5月より、市原ナンバーが創設された。しかし、姉崎車庫の車両は本席を、塩田営業所に置いているため、 千葉ナンバーとなっている。運行路線の詳細については、各営業所の項目を参照。案内書とは、バスの乗車券、回数券、定期券の発券発売をしている窓口を指す。長南営業所管内では、自社運営の窓口は設置されておらず、外部の店舗に発見、発売業務を委託している。イスズ自動車製、日産ディーゼル工業製、 三菱不装トラックバス製、日野自動車製の国産4メーカーと、韓国製の現代自動車のヒュンダイユニバースを導入している。一部のコミュニティバス用や契約輸送用車両を除き、赤みのあるクリーム色にオレンジ色のライン、車体下部に灰色の塗装となっている。車番は設定されておらず、車両はナンバープレートの登録番号を用いて管理する。現在は、 シャーシメーカー純正の車体が仮装されているが、1984年から1997年頃にかけては、中型車などの一部を除き、シャーシメーカーに関わらず富士重工業、伊勢崎製作所製の車体を仮装していたことが特筆される。富士重工業製の車体を仮装した車両は、塩田営業所管内では2014年までに除籍された。 富士重工業のバスボディ製造事業撤退後は、西日本車体工業製の車体を仮装した車両が導入されたが、西日本車体工業の解散と UD トラックスのバス製造事業撤退により2010年までに導入を終了した。車両の導入は近年まで新車に統一されていたが、2018年から一般路線車は中古車両を導入するようになり、東急バス、西武バス、 神奈川中央交通からの車両を導入している。高速路線車は、潮田営業所管内、長南営業所管内とも路線新設や、経年車代体の都度、新車が導入されている。一部車両を除き、車体中央部には、ひらがなで、小港のロゴが入る。一般路線車は、2000年までの導入車両は、2ステップバスで木製床を採用し、大型車は、全中非。 中型車は前後扉としていた。同年以降は、ワンステップバスやノンステップバスの導入に移行し、木製床を排してロンリウムバリ床に変更、交通バリアフリー法の施行もあって車種に関係なく、全中比とし、初期のワンステップ車を除き車椅子用スロープを装備している。近年では、使用営業所管内に新車を導入し、製造から10年以上経過した車両を、 長南営業所管内に転属させ、その転属者で、長南営業所管内の経年者を置き換えるのが、慣例になっている。そのため、現在では、塩田営業所管内は、LED 式行き先表示のワンステップ、またはノンステップの車両、長南営業所管内、東金営業所は、方向幕式行き先表示と LED 式行き先表示、乗降口が、 2ステップ、1ステップ及びノンステップの車両がメインという構成になっている。小港バスの車両使用年数は車両によって異なるが、営業所の転属や車体構成も頻繁に行われ、概ね15年から20年程度使用されることが多い。経年によって車体や内装の陳腐化が目立ってきた車両に対しては、車体構成を実施して整備している。 また近年では一部車両を九十九里鉄道に譲渡し、九十九里鉄道所属の経年路線車を順次置き換えている。首都圏の広範囲で利用できる路線バスのカード式回数乗車券であるバス、共通カードについては導入されなかったが、バス事業に限って交通系 IC カードパスモのサービスを2010年3月14日に使田営業所担当路線にて開始した。 パスモ対応路線では、パスモのほか、交通系 IC カード全国総合利用サービス参加カードを利用できる。高速路線車と、塩田営業所の一般路線車は交通系 IC カード対応の運賃箱を設置し、一般路線車は中扉に IC カードリーダーを設置している。長南営業所、東金営業所の一般路線は交通系 IC カード非対応であり、 塩田営業所から転属してきた一般路線車は交通系 IC カード非対応の運賃箱への交換と中扉または後扉の IC カードリーダーの撤去を行っていた白子車庫管内の一般路線車では2021年2月から交通系 IC カード対応の運賃箱を再設置し同年2月25日に白子車庫の一般路線バスで IC サービスを開始した 一般路線のほぼ全線が利用できる回数券を各営業所及び車庫、案内所、バス車内などで発売している。かつては電気事業を経営していた。1923年に自家発電の認可を受け、カズ鶴舞駅構内に鶴舞発電所を建設。1925年3月2日に完成した 75kW のディーゼル発電機2台を 備えエ記者の伝統や信号用に使用していた。やがて沿線住民からの要望により1925年に申請をして1926年に認可がおり、1927年9月より、市原郡市原、市西、海上、養老、戸田、内田の6村に送電を開始した。続いて、同年11月に高滝、富山、里見、 白鳥の四村に送電を開始し、合計2200個、3300灯の電気を供給した。1933年に鶴舞発電所を廃止して、東京電灯からの売電に切り替え、1942年11月には電気事業を関東廃電に統合し、小港鉄道の電気事業は廃止された。かず鶴舞駅構内の鶴舞発電所の建物は保存され、 登録有形文化財に指定されている公式サイト会社概要の小港鉄道関連会社を参照下記の関連会社のうちについては形成グループ企業一覧に記載されていない長男営業所において2012年7月に旅行業法で配置が義務付けられている旅行業務取扱い管理者が退職して不在となった後も旅行業を営み 2017年4月19日に選任されるまでの約4年半にわたりバスツアーの旅行契約を577件結んでいたことが2017年に発覚した。また2015年3月には退職した管理者の元従業員の名義を無断で使用し同社で勤務を継続していると虚偽申請して旅行業の登録更新を受けていたことも判明した。これを受けて 千葉県は小湊鉄道に対し同年6月15日付で旅行業務停止の行政処分を行った。なお、千葉県が旅行業者に対し行政処分を行うのはこれが初となる。小湊鉄道は法令遵守の意識が低かったとして謝罪し管理者確保のため若手社員の資格取得支援を強化するとコメントした。2020年5月11日 小港鉄道を公式ツイッターの更新をしていた社員が担当から外れることとなった。当該アカウントは公式らしからぬツイートが話題となることもあり、1年間でフォロワーを1000人程度から1万人程度にまで伸ばしていた。担当者は在場としては好き勝手にツイッターをやるなということなどと綴っていたが、同日深夜にツイートの多くが削除されていることを目の当たりにし、 ガイドラインは愚か、決まり事は何もないところから、いきなり担当にされ自分なりに必死にやってはきましたが、という胸の投稿をし、また削除は会社側の指示ではないかと推測した。その結果、一部の鉄道ファンからは同情の声が集まり、小港鉄道中の人の不当解任に抗議します。というハッシュタグをつけられたツイートが急増し、一時はツイッター内でトレンド入りした。 一方で本人の会社批判や、ふざけを問題視する投稿も見られた。会社側は、会社の内部事情に関わるようなツイートがあり、注意をしていたという権威があった、会社批判の投稿があり注意していたと反論しており、担当者本人の主張とは食い違いがある。また、ツイートの削除に関しては、会社が指示したものではないという、ありがとうございます。